白馬山荘の一途白馬山荘は、株式会社白馬館の経営する日本最大の収容人数を誇る山小屋。その規模は山小屋とは思えないほど巨大である。1906年に開設された宗教登山に由来しない山小屋としては、日本最古の山小屋でもある。なお、15分ほど下っていくと、別の大きな山小屋である、白馬村への白馬だけ頂上宿舎がある。 北アルプスの後ろ立山連峰の最高峰である白馬岳頂上直下の標高2832メートル地点にある第1新館第2新館第3新館の3つの宿泊棟と本格的なレストランや売店の入った棟であるスカイプラザ白馬がある第1新館の1階と2階はア部屋、3階は二人用個室となっている 第二新館は1階と2階がもっと大きな個室で3階が合部屋。第三新館は1階が食堂で2階はホテル並みの個室と本格的な和室を備えている。換山機は第一新館は閉鎖される。第一新館の東端は白馬岳特有の非対称産業の崖に面しており、容易にご来光を望むことができる。山頂への登山道は第一新館と 第二新館の間を通っている。この付近の長野県と富山県の県境は未定となっているが、地方税等の便宜上、この登山道が仮の県境となっている。そのため、第一新館側は、長野県北安住郡白馬村の白馬山国有林に、第二、第三新館側は、富山県下新川郡、朝日町の黒部奥山国有林に立地するものと認識されている。 ヘリコプターによる大規模な物資輸送と大容量の自家発電により飲料水のポンプアップが行われており、山頂直下の山小屋にもかかわらず、比較的物資や水に不自由しない。1906年に山小屋を開業した松沢佐大イツのレー理フ第に新館レストラン船、スカイプラザ白馬山の名前は白馬岳が正式な読みだが、この山小屋は白馬村と同様に、 白馬山荘が正式な読みとなっており、白馬さ、無荘と読むのは誤りである。なお、株式会社白馬館の経営する小屋で、白馬のつく山小屋や白馬村営小屋で、白馬のつく山小屋はすべて、白馬と読むのが正式名称である。白馬だけや白馬山荘の読みについては、白馬だけの項も参照されたい。2014年6月現在、ありがとうございます。